ショータイム。二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。今日はこちら、カーシー博士のセルフヘルプ術。はい。言えました。セルフヘルプ術。はい。プリーズアンダースタンドミーと。本当にね、この自分の理解。うん。河合駿さんがおっしゃるのは、うん、この図の、うん、この図の中に自分がどの辺にいるかっていうのが分かるだけでも役に立つよっておっしゃってます、うん、はい。ちょっとぼやっとしてますか、ね、大丈夫です。ごめんなさい、うん、今日は ESFP、うん、ESFP、うん、外交感覚感情認知、うん、SP 型なのでディオニソスですね。ディオニソス、酒の神バッカス、はい、自由奔放、うん、行動、うん、刺激が欲しい、うん、ピンチには強い、うん、っていう、うん、SP 型の紹介をしたいと思います、はい。この ESFP は人生は終わらないパーティー、おバッカスらしい、うん、はい、明るく機知に富んだパフォーマー、ESFP 型は明るい魅力と楽天的な雰囲気を持っている。人当たりがよく機知に富み賢くおしゃべりでオープンな性格を持つこのタイプは ESTP 型と同様に総人口の 13% を占めている、うん、一緒にいて楽しく全タイプの中では最も気前のいいタイプだ、うん、一言で表すならパフォーマーである、うん、気前のいいっていうところでも僕はなくなりましたね。ケチな私は、うん、はい、生きる喜びを周りにも振りまく、うん、ESFP 型は一人でいるのを好まず常に一緒にいられる相手を探している、うん、この人は芸人さんみたいですね。芸人さんっぽいですね。とはいえ相手を探すのには苦労しない、うん、あ、僕苦労するもん多分。気を使っちゃうから、うんうんうん、もあるし好かれてないだろうなとか、うんうんうん、なぜなら他人もこのタイプと一緒にいると楽しいと知っているからだと、うんうんうん、ESFP 型は刺激と感動を求めどこにいても自らそれを作り出す才能を持っている、うん、いつも幸せそうな表情をしているので生きている喜びが他人にも伝わっていく、うん、会話も上手でウィットに富んだジョークでみんなを楽しませる、うん、洗練された雰囲気、最新のファッションを着こなし、グルメ、物質的な楽しみなど人生の喜びすべてを満喫するのだと、うん、このタイプはどこに行っても飲んだり食べたり陽気なムードを作るので他人もそばにいるだけで人生は終わりのないパーティーというような華やかな雰囲気に包まれると、うん、まあ、エニアグラムで言うと、うん、7? 7ね、タイプ7っぽい、うん、まあ、3の華やかな部分とか、まあ、でも楽しさでパーティーじゃないじゃないですか3は。そうですね、うん、3はどちらかというと、うん、立身出世みたいな、うんうん、成功、うん、自分が成功してるアピールをするためのパーティーではありますけど、はい、楽しむためとか、うん、確かにその後輩とかをバーって呼んで、うんうん、お前ら楽しもうぜ、うん、っていうのは、うん、あんまりそういう匂いはしないですね、うん、暗い話題や悩みは避けようとする、うん、ESFP 型は刺激的で時には予測不可能な交際相手になるので、うん、パートナーが物静かなタイプだった場合スリル満点の生活に緊張感や不安を覚えることがある、うん、ESFP 型の家はいつも楽しい時間を過ごそうとしている人で溢れている。悩み事は置き去りにし、暗い話題は避ける傾向にある、うん、で、人生とは楽しみの泉だと、うんうん、ESFP 型は気前が良すぎるところもある、うん、私のものはあなたのもの、うん、あなたのものはそのままあなたのもの。ジャイアント100ですね。新しいのが出てきましたね。、うん、私のものはあなたのもの、うん、あなたのものはそのままあなたのものっていう調子だと、うん、誰に対しても見返りを期待せず援助の手を差し伸べる、うん、そうするのが好きだからだ、うん、このタイプにとって人生とは努力をしなくても永遠に楽しみが湧き出る泉のようなものなのだ、うん、なんでそのタイプにエネアグラムで言うと、うんうん、あの
最も社交的と言われる、はい、そんな ESFP 型、はいはい、誘惑には弱い、うん、人生を楽しむことを追求するがゆえに、このタイプは他のタイプに比べて誘惑の餌食になるチャンスが多い、うんうんうん、衝動的に行動しがちなので、うん、男女問わず人からの欲求に簡単に、うん、しかも自ら進んで屈してしまうことがある、うん、肉体的だけでなく心理的な誘惑にも弱い、うん、親としては面白くて刺激と楽しみを分かち合う友達のような存在になる。しかし悩みや病気などがあると辛抱だけずに逃げ出してしまうことがある、うんうんうん、なるほど。ちょっと打たれ弱さが、打たれ弱いっていうか自ら進んでいってる感じですよね。あ、なんかそのいつも楽しくて頼りになるお父さんと思ってて、うんうん、悩みを告白すると、うん、あまりなんか取り合ってもらえないみたいな、めんどくさいんですよなるほど、そっちか。そう、あの楽しい話しようよ、そんな暗い話はやめて。いや、人生は楽しいことばっかじゃないっていう、その暗い面に目を向けたくない。なるほど。で、確かに出た、心配事は大嫌い、うん、心配事には最も耐えられないタイプであると、うん、物事の暗い面は無視、うん、不安はできるだけ避ける、うん、自由奔放に見えても無駄な抵抗や波風を立てるよりも従うべきには素直に従うところもある、うん、そしてまた自分の楽しめるやり方に戻っていく、うん、で、あ、はいはい、分かった分かった、うん、そうやってやりゃいいのね、うん、っていうちょっと柔軟な感じ、うん、そこでなんか揉めて険悪な空気ももう嫌だから、はい、で、広報活動など活気のある職場に適する、うん、ESFP 型は活気のある職場環境を好み、孤独な任務には向かない、うん、人と働くのが好きなので広報関係には最適である、うん、決断を下さなければいけないときは親切心を持って個人的な事情や自分の配偶者の意見などに基づいて行う、うん、自分の経験を非常に重視して大抵は社会的な常識にも優れている、うん、で、優れた人間観察、うん、ESFP 型は陽気な社交性と適応能力で周りに温かさを振りまく、うん、電話や他人に邪魔されるのも厭わず愛想よく相手と対応できる、うんうん、ホリエモンの正反対ですね、うん、日頃から何気なく人間観察をしており、人の情報は正確につかむことができる、うん、なのででしょうか、営業や小学校の先生、うん、また俳優に向くと、うん、このタイプは知識は実用的に使うべきだ、うん、と考えているので学術的な研究にはあまり向かない、うん、関心を示さない、うん、で、科学やエンジニアリングは敬遠しがちだが、ビジネスには向いていて、うん、特に営業のエキスパートになる、うん、いやどうも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 って、うん、で、向こうも楽しいから、あーよく来たねみたいな、うん、そんな感じですかね。で、教育現場にも役立つ人材で、特に小学校の先生などに向いている、うん、また人を楽しませるのが好きなことからスポットライトを浴びて華やぐ演劇の世界にも魅力を感じる人が多い、うん、なんてことが書いてあります。で、やっぱりこの僕が SJ 気質だったりするじゃないですか、はい、伝統、うん、責任、うんうん、っていうところからすると、うん、おしっかりしろよって、うん、なんかこの出てくるものはあるんですけど、うん、まあ、大きなお世話ですね。でもこう憧れる部分だったりする、めっちゃあるめっちゃある、うん、その気前いいところで、うん、人から好かれて、うん、お楽しいことやろうぜ、うん、でなんかその男っぽいじゃないですか、うん、男っぽいし目立つ人ですよね。はい、エニアグラムだと7みたいなタイプ7、うん、はい、こう目立つからこう憧れる、そうです、ね、楽しそうにこう楽しそうにやってて、でいつも気づくと、うん、その人の周りを囲ってて人がいっぱいいて、わーってわーって笑いが起きてる感じですよね、うん、そういう感じですよね、はい、そういうタイプ、憧れる部分は大きいです、うん、ちょっとまあいい加減な部分も
でまたそういうところが魅力だったりするんですよ、ね、いやまたこんな失敗しちゃってさって、うんうんうん、またドカーンってそこで笑いが起きるわけですよね。 それを笑いのネタにしたりして、はい、なんかネタになるからいいじゃんぐらいの度量の大きさを感じますよね、うんうんうん、でこの嫉妬している私はいたりしますけども、うんうん、はい、なんてところで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。